今回はですね、はいはい、Feel Like Making Love 来ましたね。来ましたね。前回の曲もなんかまあ定番曲でもありながら、今回もちょっと定番で、うん、大まかに言うならセクション2つあるような感じにならないですかね。そうだね、そうだね。あの最初のこのなんか、うん、F マイナー、そうで B フラット7、E フラットメジャー7ですよ、うん、で次こう来るんですよね。そうだね。でこれ2周みたいな雰囲気ですよね。そうだね。ここはなんかこうバースってね。でここでこういうコード進行 A フラット A7 のフラットフィフスみたいなやつ入るんですけど、はいはいはい、ね入るね。テンポ的に大体そんな感じでやることが多いじゃない。はい、まあもうちょっとスローな時もあるから。結構原曲でいくならなんか原曲めっちゃ遅いんだよ ね、 これね。でもなんかセッションによって変わりますよ ね、うん、そ、 うだよね。その場のなんかノリだったり、うん、毎回このテンポでもちょっと飽きてきて、そうなの、私早くしようぜみたいな。そうだよね、うん、あのインストだとそうだし、まあ歌の人が歌うんだったらこんぐらいでもいいかな。ああそうですね。まあスケールの話最初言ってみますよ。まあこういうスケールだったりとか、うん、この場合ってキーどう捉えてますか。キーはまあやっぱ E フラットメジャーで捉えるのがまあ妥当なんじゃないかな。そうですよね。これなんか結構無難にね合うって感じしますよね、うんうんうん、もしくはなんかメジャースケールだったり、あと C マイナーのペンタとかですね、うん、それだとなんかこう、うん、あのこのコードが1,2,3,4,5、はい、言ってる間でも意外とそのままステイしててもありかもしれないね。あ、そうっすね。なんかね、で C マイナーだとさ、自動的 C マイナーペンタとかって思ってたら自動的になんかドリアンみたいな感じで、はい、あの1個目のコードが自動的に入ってくる、うん、まあここもだからちょっとブルージーにして、おお、ありだよね。今のどうだったんですか。まあ、今のなんかねこのなんかそうそうそう、そんな感じですよね。さっきも二重くんもやってたよね。二つ行くみたいな、うん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 。これって名称何なんですか。これね。ダブルストップとかそういう名前なんですか、ね。俺でもね、アメリカいる時ダブルストップっていう名前一回も聞いたことないんだよ。なんかだからハーモナイズドフレーズとか。やっぱ違うんですよね。なんかこ う、 そ う、 そ う、 そうワードの感じが。そうなんだよね。だからあの、はあ、まあ、ちょっと脱線するけど、はあ、あの。チョーキングって日本語で言うけど、はあ、チョーキングって日本でしか言わなくて、あ、ベンディングって言うんだよ、曲げる。ああ、そうなんですか。うん、あ、そうですね、ベンドって言いますもんね。そうだからこれとか、これとかオクターブベンドって、オクターブチョーキングするんで、今回これはなんか、なんですよ、まあ、2つ弾いたりとかする技みたいな。そうだね、まあでも、ダブルストップでみんなが通用するんだったら、まあ、そうなんですよね。でも、なんかいわゆるダブルストップってなんかさ、はあ言われてるやつってこう今西尾くんがやってくれたみたいな、そうそういう、はい、みたいなやつなんだけど、なんか R&B っぽいやつだと必ずなんかこう人、うん、ボケあるんだよ。ああ、はい、ハンマリングとかなんか、そう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 、最近結構あのさネオソウル系のスタイルで多いですよね。うそうだよね。あのマッティウス朝とかやったりとか、はいはいはい、和音でスライドハンマリングみたいな、はいはいはい、でもなんか相性いいよね、うん、ね、うん、今基本なんかあの俺が見てるのは、まあ、西尾が見てるのも多分似たような感じだと思うんだけど、はい、なんかこう C マイナーと、はい、F マイ、F マイナーペンタトニック、あ、なんかそうっすね、オーバーラップ版みたいな、うん、そうそうそうです。俺なんかね、どっちかとしたらあのね、ここのメジャースケールを見てる感もありますね。あの何でしょう、6フレットからの B フラットのスタートする、うん、ああ、そうだね。ああ、でもそれが一番正解かも。うん、なんかそれを全体のあの、そのスケール内を、とりあえず3度ぐらいの俺は、なんかとりあえず無難に取る。
まあ F マイナー7かなんか来て、ここでセブンス来るじゃないですか、うん、なやっぱここでなんか仕掛けます、この 2個目のこの、ああそうね、フラット7、まんま行ってもいいんでしょう、狙いに行くとしたら、で行ったら今度はこっちはここか、ああこれはまあ、 さっきのダブルストップとはちょっと違うかもしれない、はいはいはい、まあ、もしでもダブルストップステイするとしたら、おお、でこのままさっきの2色の B フラットメジャーを見て、ああおお、今これを横に移動してみたいな、おお、うん、それ4個目何行ったんですか、あそこで着地したみたいな、そうそう、これ今どっちかというと B フラットトライアングルの3度と5度の部分かな、あいいっすね、あそう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 、なんか今で、はいはいはい、おあそれなんですか、これは E フラットメジャーセブンスの9つだと、あこれか、そう、2色もでもこのコードよくやるよね、はい、やりますよ、これのなんか5度抜きバージョン、これでも親指じゃないとシェイクハンドじゃないと押さえにくいんだ、はいはい、でこれもこれができるってね、ちょっと足したい、あめっちゃいい、ベーシストがいたら、うん、あの普通なんていうんだろう、この F あ Gm7 のシャープ5度がシャープになる、はいはいはい、このコードでこうやれば確かに上低いのは弾かなくてもいいってこと、そうそうそう、俺がじゃあ弾けば別にもうそれでも弾いてもらう、うん、でさっきなんかこうやってくれてたんで、なんかブルースっぽい感じもあるってことですか、そうだよね、そこだけなんかなんだろう、メジャーのままでも全然はい、コードが早く経過するからありだけど、でもなんかね、それダブルストップで強につながなくても、はい、自分でバッ伴奏しちゃうみたいな、今のめちゃくちゃジャジーっすねとかね、はいはいはい、うん、いいっすね、っあとなんかアウトするならなんかちょっとコンディミっぽいの入れたりとかもね、はいはいはい、まあ、ここはそうだね、ちょっとなんか教科書っぽい感じになっちゃうかもしれないですけど、うん、ここにコンディミでもとか、うん、オルタネイロとか、でもアプローチとしてはなんか、うん、ありみたいな、ありありあり、でまたここで普通のスケールに戻るとか、はいはいはい、ね、結構ね俺この進行でなんかみんなやったら困るのが、うん、ここぐらいまでは、うん、なんかセオリー通りのパターンがある気がするんですよ、はいはいはい、なんか2の5の1みたいな、はいはいはい、でここ何なんですかここなんていうなんか解釈、ね、難しいですよね、うん、ああ簡素化したら、うん、多分多分ただこれだけなんだよ本当は、あ本当はなんだけど一瞬ここ通っていくみたいな、うん、足のコードっていうのかな、なんかその、うん、間に1個コード入れることでちょっと動きが出て、はい、なんかこう普通のコード進行じゃないように聞く、はいはいはい、でこれ後半でもこれ出てくるんだよね、はいはい、なんだけど、はいはい、これ A7 のさ、そうですね、でこれ何に出てくるかっていうと、こいつに A フラットメジャーセブンスに解決するための、はいはいはい、なんていうのかな、バグでなるとピボットコードっつってこういう、うん、間をね橋渡ししてくれるコードって、ね、なんか滑らかさを生んだりそうだよね、一瞬緊張感が出る、これ結構なんかね真面目な人とか俺もそうなんですけど、うん、なんかせなあかんみたいな、あー分かる、うん、分かる、気遣いなんて、そうよ、せっかくせっかくいらっしゃるんだからこのトーンをなぞらさせていただきますみたいな、無視するわけにいかない、相手してやらないよ、わかる、すげえわかる、まあ無視してもいいし、解釈によっては、うん、まあないものとしてもいいし、あるものとして捉えてもいいし、そうだよね、一小節来て、これも一小節、ね、200万ですかね、あ今ね、すごい強引に折ったらこんな感じ、今ってどんな感じですかね、これはね、なんだこれは、最初のアプローチってことですね、これはあれか、だから G のメロディックマイナー今これ弾いた、あ、違うかな、これどっちだろう、皆さん教えて、あ適当な音なぞってもらって、タブも出すよって話じゃないね、それボルタードじゃねえかよみたいな、まあ、ルート変わってるんですよ、そうで今のはこのシャープイレブをなるべくね、はいはい、強調して、コードトーンであるみたいな、うん、に戻ってで無理、ああはい、オルタードみたいな感じですか、やっぱそう
はどっちかというと、そのシャープ9、フラット9と、セブンスを目指してこう、はい、まあやってる感じで、はいはい、まあでもまあオルタートなんだけど、はい、まあでもフレーズっぽくするんだったら、ここ、なんかね、前、ターゲットじゃないけど、はいはいはい、でも確かに今までのコード進行の中に出てこない音があるから、それを強調してるだけでも、あ、こいつ分かってんじゃねえのみたいな、まあ、前回登場した分かってるやつ、こいつ分かってるバイブスをね、こうあと今はそのスケールで追うけど、うん、コードトーンで追うんだったら、さっき言ったみたいに、はい、俺が来てても、はい、こいつさえヒットすれば、あ、はいはい、それまでもC のトライアウトだけど、はいはい、ここ一瞬だけここ入れるってことだね。あ、そう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 、はいはい、だから2つあるかもね。オルタードで見るのも手だし、うん、俺まあこれ多分みんなギターの人って見解がいろいろあると思うんだけど、はい、俺はトライアド発信で言ってた、こいつ見てんだよね、はいはいはい、足すこいつみたいな、あ、こいつを経過する、はいはい、フラット13みたいな、そうそうそう、まあ C のただの C トライアドで、これを道すべ、あと、なんつうの、飛び石にして、はい、でもこれだとなんとなくコードの動きが聞こえるかなっていう感じですね、はいはい、結構なんかやっぱこいつでまた違う雰囲気で、ほんで、なんとしても普通のなんか綺麗なスケールあるから、C のミクソリディアンとか弾くわけじゃないですか、セブンスに対しては、そこに対してこれがやっぱちょっと浮いてくるであろうし、あとなんか裏コードっていう手段もありますよね、この C に対してなんか、あ、なんか F シャープ F7 の、あ、そう、 F7 のトライアド、トライアドとかね、なんか教科書でいつもね、うん、裏コードまんま入れましょうみたいな発想もあるし、でもこれも響きの問題だよね、うん、今多分西尾くんが弾いてくれたやつだと、はい、そこまで緊張感がない感じ、うん、ああそうですね、ちょっとメジャー寄りって言って、うん、オルタードになるともうちょっとふわってエグい感じになる、ね、そう、サラッと感はありますよね、このね F シャープ7のこれ何なんだろう、でもあれかな、一発目のコードに対してはあんまり実行力がなくなっちゃうね、なんか、はい、Dフラットマイナー6みたいなが上に乗ってるみたいな感じになる。だからこれ入れるんだったら多分その前半のこのダーダーの全部をこれで攻め続けないと、そうだね、えぐみが出ないみたいな、うん、なんかよくなんかでもジャズの人がトライアドまんま乗っけるみたいなって結構あるよね、うん、この場合だったら、うんうん、ここもなんかありかなみたいな、何でしょう、 G シャープ7、はい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 、なんかもうなんならもうそのまま上がってもいいですよ、どっかで着陸できないから浮遊しすぎ、なんかまあ結構自由度あるんですけど、そうだね、でも結構これコードが結構綺麗じゃないですか、うんうん、だからちょっと綺麗なまんまアウトしたい感はあるんで、なるほど、ね、ちょっと浮遊しすぎる感もなんか何でしょう、個性によるんでしょうけど、うん、まあまあ、いやでもありあり、その、うん、なんだろうね、アパストラクチャートライアドってなんかね言い方とかもあるけど、はいはい、うん、なんか例えばこの2個目の C とかに、はい、上に、はい、なんだろう、 A のトライアドとかの、はい、かなりエグい感じになるってねでも結果これ何かっつったら7スと13スとフラット9が上に乗っかってるっていう、へえ、ね、これってことですか、そう、相当エグい、わあ、分かんなかった危ない、だいぶやばいやつだ、やばいやつだ、だんだん全然フィールライクメイキングラブじゃない、もうあの決まってるやつ来たみたいな、そうそう、危ないのが来たな、まあアウトに対してこう考えるならいろいろできますけど、まあナチュラルに攻めてもいいでしょうし、一個一個今ピックアップして演奏するんであれば、まあ1周目こうこいつが出てきた、2周目は、はい、でこいつが出てくるっていう、まあ、全部のコードに対して、うん、真正面に向き合うのって、そうだね、なかなか本番めっちゃ疲れますよね、めっちゃ疲れるし、あとまああんまり音楽的じゃないからなっていうね、うん。
うん、確かに。だからバランスですよね。知識もいるけど、うん、実際はそこまでなんかこれに対して、これに対してっていうわけでもないみたいな。そうなんだよね。うん、確かに。意外とだって、この、もうこれ来た時なんか普通に、1音2音ぐらいで伸ばしたりっていうのもありえますよね。全然、ね。例えばさ、一緒になんか、全部のサイクル一回やってみるとして、はい、どういう風にそのコードが変わったことでアプローチが変わるかっていうのをさ、はい、ちょっと、西尾くん先発でちょっとやってみて。ありました、いいっすよ。させるような感じにならない。ああ、でもそうですね。A と B があったらっていう。うんうん。